インコース15番ホール328ヤードのパー4でございます。佐藤プロ、ここはどんなホールになりますか？このホールは結構短いんですよね。でストレートで、まあ、打ち下ろしてから打ち上げホール。ただあのバンカーあれがちょっと名物で、めちゃめちゃでかい、めちゃめちゃ深いんですよね。すごいですね、はい、あとグリーンの傾斜がまた他のところよりもまた一段と傾斜がきついと。で短いけれどもちょっと落とし穴もありますよという、そんなホールですね。はい、今日プロとアマチュア、プロとアマチュアという形でやるじゃないですか、はい、なので、ティーショットか、うん、セカンドどちらかを、はい、アマチュアチームのボール選ぶと、選ばなきゃならない、うん、1球はね、はい、これでしょ、なんだこれよ買ったつもりかで、ってことは佐藤プロチーム、はい、では勝ちですね、はい、はい、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあ大輔さんから、はい、はい、行きましょう、お願いします、はい、頑張りましょう。大輔さん、まさか自分が一番最初に打つと思ってなかったという心の準備、ちょっとプレッシャーかかりますね。しょ、よいしょ、よいしょ、見えなかった、いいじゃないですか、ありがとうございます、はい、あれどこ行った、じゃあ やりましょう、頑張りましょう、お願いします、お願いします、肩の左側、佐藤君、俺ちょっと花粉症でくしゃみ出そうなんだよ。あのタイミング合っちゃったらごめんね。そっか、集中力あるんで。あ、そう。先週は同じチームだったけど、そうそう、敵になっちゃったから。敵になっちゃったくしゃみ出そうで。ヘクシュ！何もしない方が曲がるかもしれない。じゃあお願いします。はい、お願いします。なしょ。しょ。フェアウェイでしょ、バッチリですね、はい、ありがとうございます、はい、さあ佐藤プロチームバッチリでございました、勝ったですね、はい、先打ちいいショット、青山プロチームは和也さんから、俺先打とうと思ったら和也、はい、俺が先に打ちたい、俺が先に打ちたいっていうか、もう宮中の中ぐらい仲良くなってるんですけど、ほら同じ業界で生活してるんだもの、すぐ仲良くなるよ、はい、お願いします、はい、お願いします、頼むぞ、オッケー、おナイスフェード、ナイスショナイスショ、まずは一安心、はい、では青山プロいきましょう、ナイスショ、ナイスやべ、はい、みんないいっすね、よし、はい、じゃあ行きましょう、さあ青山プロチームは、はい、青山さんのボールを取ると、ボールを取る、はい、うん、でセカンド打ったら、はい、風谷のボールを取る、そうですよね、うん、どっちか取らなきゃいけないんで、どっちか取らなきゃいけないから、はい、うん、ってことはある意味ここすげえプレッシャーかかりますね、はい、頑張ります、はい、じゃあ風谷さん、はい、あのバンカーは入れないでくださいね、はい、もう一回言いますよ、入れないでくださいよ、はいはいうまい、なんだい、おい、こうやろう、おお、はい、今、狙ってないじゃん、狙ってないです、なんか、まあ、凛之助はバンカーバンカー言うからな、いや、名物バンカーなんでちょっと見せたいなっつうのもあるんですよね、じゃあ、天さんもとりあえず打ちましょう、ああ、左だ、俺は、でもナイスそう、うん、うん、右寄ってきますか、はい、ナイスです、傾斜があるからね、はい、はい、あまり気にしないで、何も頑張りますさあじゃあ大輔さん行きましょうか、はい、悪魔のささやきをささやいた、ダフったら怒ってくとこっちへ、はい、おお、ナイス、しっかり打ちました、ナイス、あー難しいぞあれ、はい、
じゃあとりあえず打ちます。あ、とりあえず、はい、はい、入っちゃうんじゃないこれ。入っちゃう、入っちゃうんじゃない。あ、どうでしょう、ちょっと奥ですか。ロングパットのコツは向こう見てスーポーン、そんなんでいく。イメージ出せ、うん、はい、いった感じですね。もう、はい、オッケーオッケー、はい、じゃあバーディーパット、はい、和也さんいきましょう。あ、こっちなんだ、うん、でも距離もう全然 OK、 距離バッチリ、ぴったりだな、ナイスタッチ、はい、はい、では青山プロバーディーパット。おお、いい感じ、届く、おー、いい感じ。あー、弱いな、弱いのか、うん、なんか言いたそうですね、青山さん、ね、なんか立てとく、抜く、今まで、ね、抜かれてあんまりいないですよ。今までそんな気使ったことないじゃないですか。じゃあ、大輔さんバーディーパット、はい、弱い、もうちょっといけ、全然来ない、もうちょっといけ、はい、マーク。ほらほら。さあ、では佐藤プロのバーディーパット、やっていきます。思いをしたから任しといてください。落ちない、うん、ちょっと、まあまあ、曲がんなかったですね、うん、待ちますか。いいよ、じゃあ先にやっちゃって、どうぞ、じゃあ先やっちゃいますか、はい、あ、こっちです、これで、そっちを選ぶの、はい、じゃあここにボール置いてください、はい、こっちのボールでやるんで、ここに置いてください、はい、まさか外さない。意外とこういうの緊張するんですよね。はぁ、ナイスパー、ナイスパー、よし、行け、肩抜きますか、やっぱり影大丈夫ですか。邪魔だよ、僕は邪魔、はいはい。さあ、パーパット、おお、ちょっと弱い分切れたか。もうラインも見ましたしね、これ青山さんすごいプレッシャーかかってますよ、ね、で優しくないですもん、ね、で、ラインは優しいですもんね。持っていった方がいいです、持っていった方がね、優しいですよ、ね、優しいよ、もう無理だから、目つぶった方が入るかも。誰かと一緒にしないでくれ。引っ掛けた。引っ掛けちゃった、俺潜りだと佐藤プロチームの勝ち。これでもう負けがないですかね。